はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチをね、シーズン16になったんですけど、やっていこうと思います。今シーズンは僕は最終日は多分潜れないので、なんか、まあそれまでにちょっと、まあだから最終日戦えない以上、あんま上目指せないから、まあ、なんか最終日までにね、ちょっといいとこまで行って、まあ終わる感じになれたらまあ一番いいのかなっていうね、感じでまあ頑張っていきたいなと思ってます。で、使っていく構築なんですけど、僕前期ね、途中までずっとこの、ほぼこれ系統の並びっていうか、こういうイベルタル入りのラキネオの受けサイクル使ってたんですけど、抜け人でカイオガとゼルネアスを見てるのが本当に弱いんじゃないかと思って、それでこの形から脱却して無限ダイナにこう移行してったっていう経緯があったんですけど、だ抜け人でね、結果出してる人が普通にめちゃくちゃいて、なんか、抜け人を多分弱いんだろうなって思ってた僕が間違ってたんだなって思って、まあ、その構築記事とか読んで結構抜け人が入ってる受けサイクルをなんかやっぱこっちは強かったんだなっていう風に認識を改めたような感じですね。これ選手早く決めるか。イベル、ラッキーはやりと、さすがにサンダーデアルがきつい。あとウーラス考えたらドヒドをセットで絡めたいかな。この3体で。いきま。イベルたらパクられるときついな、メタモンに。ただこっちのイベルのダイマックス、相手多分止めに、いやディアルガで止まるか。でも、打ち合って多分押し切れるから、まあ、頑張ろう。って感じかな。なんか、抜け人が僕なんで弱いかって思ったかっていうと、なんていうの、不意に死ぬことがね、本当に多い。ゼルネアスが、なんか、雪崩とか持って死ぬのは、まあ、そんなに大した問題ではないんだけど、なんて言うんだろう。抜け人って、持ち物は1個しか持てないから、いや、まあ、どのポケモンもそうだけど、1個しかポケモンは持ち物持ってないから、その厚底ブーツとゴーグルどっちかしか持ってなくて、ステロマイってくる構築は普通に多いから、まあ、ブーツをずっと持たせて使ってたんだけど、ゴーグルがないとね、その抜け人にカバとかバンギ投げられるだけで死ぬっていう問題があって、なんかそういう簡単に実は死ぬルートがあるっていうのを結構、あれだなと思ってたんですけど、多分実際はね、受けにくい禁電を受けれるオンリーワンのその性能が、多分その弱点以上に強かったんだよね。ここでスウィングで突っ込みます。引きだれ。ああ、買うってもよかったか。まあ、でも型わかんないからな、まだ。クレベ受けは多分物理読みで、コーナラビーで物理のね、イベルダル使ってた人が多かったんで、まあ物理読みで、一点読みで出てきてるんだと思います。煩悩みとかかな。クレベースいるとなんかゼクロムとか、ホワイブラックキレムか、が若干いけるかなみたいな話があったりして面白そうなんだけど、デスウィング連打で。なんか変なの持ってたけど。何言ってくるん？プレスは大丈夫じゃね？羽押してないし。オッケー。氷技だとちょっとまずかったけど。イバンのみね。イバンでーす。イバンでーす。オッケー。クレベス処理する。なんかイベルタルのデスウィング回復量でかいよな。これでとりあえず、で、ウロスも。ってないから、まあ、ここがラッキーが多分出てくる盤面なのかな。あ、サンダーなんだ。いない感じか。これラッキー引きが通るなら多分ほぼ勝ちかな。ステロマイって。で、まあ、イベルタルのダイマックス相手止まんないし、押し込んでいけるんじゃないかな。てか、ここダイマックスされるとまずいから、相手視点はダイマックス結構切りたいと思うんだよね。ダイマックスされると、メガネサンダーとかじゃない限り多分耐えるから、開始のダイアークとかで、そのまま、一貫を作られちゃうから、って思ったけど、普通に突っ込んでて、弾か。これは、ステロ巻き優先かな。電磁波を裏のウーラスに入れるのも重要なんだけど、多分ステロ巻いときた、巻く方が、硬いかなっていう。オッケー、ステロ巻いて、で、3対2なので、TOD の心配はもう、あんまないですかね。まあ、ドヒド死んでも、クレベースより明らかに小さいから、そんなに問題ないかな。ここあと、イベルタル考えると、なんかインファとか打ちたそうだけど。助けなんかな、初手だったし。でも受けに対しては初手でハチマキ投げるか。オッケー、ダメージ的に、ハチマキっぽい気がするけど。前期ドヒド使わなかったから、あ、使ってる時期もあったけど、途中から使わないままずっと対戦してたから、なんかダメ感があれなんですけど。ここ毒でいいっすね。まあ、キリードヒドとかを入れてる人も結構、あと毒ビシとかもあったんですけど、まあ、毒が即入るっていうか、毒が入る相手には絶対入れれる。あー、ハチマキじゃなかったわ。
感知は崩されないっすね。まあ結局これウーラオスかサンダーどっちかを仕留めてしまえば、あのイベルかラッキーで積みなので、まあ、いけそうっすね。ウーラオス回復しないポケモンだし、これ第3打切ってくるかな。でも切ってくるなら別にこっちベルタル投げて、あ、切ってこない、耐えるよね。多分助けだろうね、このウーラオスは。まあこうなった以上はもうドヒドでなんとかなるので、ドヒドが選出できてればね、別に無限ダイナがいなくてもイベルタルとドヒドイデでそこそこアクウラ、ハチマキアクウラスとは戦えるから、まあそれでも全然いいっちゃいいんだけど、ドヒド選出できない時がきつかったんだよね。さすがになんか、うん、受けループ殺すためだけに生まれてきたポケモンな感じはあるから、まあ1体できっちり対策枠ができる枠がね欲しかったなっていう感じだったんですけど、もう一試合やっていきまーす。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。前期そうだね、そう、そのこの手の構築がやっぱ多かったというか、今対戦相手の人がさ使ってるようなグロス入りとカバとかグロスとかと組んでるイベルタルもねなんか多かったっすよね。これどうしよっかな。イベルラッ、いやーでもドヒドあれだな、あれがないからヌオー投げたいか。ただヌオーだとミミッキもエースバーンも受からなくて、ただ相手は引きでいいんだよな。相手のイベルタル多分特殊型だと思うんだよね。他のポケモンほとんど物理で固まってるから特殊型っぽくは見えるんだけど、パルシェン考えるとちょっとドヒドイデではどうにも、あーでもこっちイベルの不意打ちで処理すればいいか。そうなるとドヒドラッキーイベルタルとかでいいかな。でラッキーですステロマッケルのがめちゃくちゃでかいけど、多分だけど一番やばいのミミッキュだから、今回ドヒド切りないから、あのミミッキュがね本当にまずいから、ドヒドから入ってネット打たないといけないかな。まあ裏にやけど通るならめちゃくちゃでかいし、まあまあまあ入らなくてもまあなんとか。てか結局あれだよね、無限ダイヤ使ってもイベルタル使ってもゼレアスがきついのは変わんないわけだから、まあどっちでも抜けには入る余地はあるよなみたいな。うわーパルから来たか、これまずいな、これ本当にまずいな。じゃあお願いお願い焼いてお願いお願い、こうちょこれさあケア効かないわ。焼けば解決するけど、焼かないんだったら毒入れて削ってイベルの不意圏内とかってやんないと多分望みがないんだよな。ただそうなる、いやーでもそうなったらどっちみちあれか、裏の耳エスバがきつすぎるからちょ頑張るわ。あー引くならいい、相手ネットをケアしたの偉いな。イベル引きだったら毒打ちたかった気持ちを僕はちょっとだけ持っていて、タスキも残されちゃったね。あーどうしよっかな。いやこれ多分特殊型だと思っていい。さすがに物理しかいないのは多分ないから、ラッキー引きは通ると思うんだよね。で、パルにレンジャー入れば、かなり、こっち有利な展開にはなるかな。まあ、イベルにレンジャーでもいいんだけど。ここは裏誰でもレンジャー打っていいだろうね。誰に引かれても、まあ、ステロも巻きたいか。いやーでもここの即引きに対して、きつい場合はきついっていうか、ミミッキとかときついから、せめてジハ打っとかないと。まずくて、あ、パルなんだ。だったらここで自敗入れれて、投げと捨てろどっちもやりたいな。ただこいつは一回削っておかないと、さすがに助け潰しとかないと話になんないから。で、マヒッタの見てから負けるようだったら捨てろを巻く感じでいいかな。あ、でか。これで相手のイベルタルも窮屈になるし、このパルシェンは不意打ちで取ればいいから、まあ、割と、なんか思うつぼな展開になりそうだけど。ああ、普通に殴ってくるんだ。それはそれで。で、ステロを負けて、ネットが一回入ってとかだから、イベルタル多分ね、ダイジェットの圏内なんだよね、こっちの。だから、で、つぐってもまあ、そんないいかな。多分、積まれる前に投げ早めに、もう2回押すチャンスを。まひってくれるなら、ここ突破できるわけだから、それはそれで結構良くて。そんな感じでいくか。
さすがにね。あ、でもこれ、空矢棒したら相手、次麻痺ったら、まずいからね。ここ、ここちょ麻痺ってくんね。麻痺ったら結構こっち楽なんだけど。多分対面から最後ラッキーで、イベルタルを、なんとかできんじゃないかな。オッケー、でか。でか。まあ、裏次第では別にここ落とされてイベルの不意で取って、っていう感じで多分、ステロが残ってる分、こっちの方が有利な展開ではあったと思うんだけど。まあ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 ね。めでたいからね。いやー、ミミッキか。身代わりあるとだるいな。投げ通んないからね、こいつに。自販入れたいな。入れるか。身代わりあったらでも剣舞ないから、なんかグダグダやってればいいんじゃない？ああ、自破通って。で、剣舞、押され続けんの嫌だよね。ラムか。ラムの実ね。ラムの実ね。ここ多分、こうなった以上、ラッキー倒すしかないんだよ、相手。オッケー。これならさ、言うてまだなんとかなるくない？ドヒドキリないからまずいけど。ネットを打てるわけだから。ここ何飛んできても確定で一回は耐えるでしょ？多分いけると思うんだけどな。とりあえず、破壊しに行かないと。ダイマ切るよね。で、イベルタルの打ち合いはこっち、多分、てか10兆ハックいける。ダイマが相手イベルタルに切んない以上、イベルタルで勝つルートは絶対取れなくて、ミミッキは早くなんないでしょ？で、弾じゃないから、まあ、そんな火力もきついわけじゃないし。あ、フェアリーから来るんだ。なるほど。これあったらドヒドヒでダイマックスターン枯らせるから、割と美味しいけどな。多分このネットの運ゲーを嫌った感じだと思うけど、こっち視点は化けの皮壊せれば別にそれで十分だから、これでいいんだよね。ああ、皮壊して、これ、不意でダイアーク打つかどっちが入るかな？溜め消しとくか。ミミッキュに対して。不意打ちでダイアーク打つ方っぽいな。イバンとか、あ、イバンじゃない、アッキとかでもないから、ここ統治化して。ああ、ダイアーク不意打ちで媒体で打った方が多分。ああ、いや、違うわ。計算ミスってたわ。普通に赤派の方がいいわ。まあどっちでも 100% 超えてるから。落ちるかな。大ジェットでもいいのか。でも耐久振ってた場合考えると最大打点を打つべきだよね。どうせ相手のイベルタルの攻撃は耐えてこっち殴れるわけだから。2連投落ちかはする意味、ああまあまあいいや。こうネット、まあどっち打っても変わんないね。さすがにフォローで殺しに来るだろうから。うん。まあ、最悪、ダイマックスターン、てか、フォローから最初入られてたら、次、死んだ後に、イベルタルがダイウォールから入れば、それで間に合うから、なんとかなってたといえばなんとかなってたかな。抜け人をさ、選出する試合の動画を撮りたかったけど、なんか、抜け人投げるべき相手がいなかったっていうか、ほとんどイベルタルばっかと、イベルタルミラー、怒りまくってたな。とりあえずこれは、ダイアークで、取って、まあ、影とか打ってくるのかな。イベルタルがね、その素早さが99あって、ミミッキュとかウロウする速いのは強いんだけど、100なくて3ダイル遅いっていうのが、99なのがね、ちょっと微妙に困るところだよね、なんか。サンダーに対してラッキー引いた時に、さ、ボルチェンでさ、展開されると、やっぱ後手後手に回って不利なサイクルになっちゃうから、それが苦しい。かといってサンダー相手にダイマックスを切ってなんとかしようとするのは結構、それはそれできつい展開になっちゃうんだよね。オッケー、これでミミッキュ処理したから、で、裏から出てくるイベルタルはこっちのイベルタルより削れてる上に、ダイマックスないからこっちはヒットポイント事実上2倍みたいな感じだから。ああ。まあ、デスウィングあたりがあれだけど、どうせかかった時点で上からジェットで勝ち、デスウィングされても多分ジェットでさすがにデスウィングの回復量込みでも絶対ぶっ飛ぶから、いけるかな。オッケー。じゃあ今期もね、これで頑張っていきましょうってことで、お疲れ様です。
GG。